なさい。皆さんこんばんは、レチチです。今回はこちらの新マイクを使用してマウスサンドやっていきたいと思います。こちらはズームのレコーダーですね。 ASMR をよく見ている方はもしかしたらいろんな投稿者の方が使用しているので知っている方もいるかもしれません。こちらは僕は人生で初めて使いますので、どんな音になるんだろうっていうのを確かめながらやっていきたいと思います。それではマウスサンドスタート。それではやっていきたいと思います。こういった風に、ハンドムーブメントしながらマウスサンドやっていきたいと思います。どうですか？使用していっているので、まあ、どれくらい雑音が入るんだろうなっていうのもちょっと知りたいなと思ったので、今回はこうやって手ですね、手で持ちながらやっていきます。初めて使うのでどんぐらい音がでかいんだろうとか、そういうところもいろいろ知りたいなって思います。ASMR だといろんなマイクを使用するので、そのマイクのまあ特徴というか、どういった音がするんだろうとか、ここだとこういう音をするなっていう特徴をいろいろとしておいた方が今後やりやすいなと思うので、そういったところも探しながら、やっていきたいと思います。使用するにもまずはこっちのズームを持っといた方が、いいんじゃないかなって思ったので、これにマイク刺さるんですね。ここら辺に
使用するときに、使いやすいなって思ったので、まずは最初こっちにしようっていうのが最終的な決めですね。もう一個のやつは、ささやき声が左右の違いがはっきりしているようなのが特徴のマイクなので、それだとささやき雑談、それだとマウスなどとかそういった時には役に立つかなって思ったんですが、今はロールプレイの方が、動画を投稿頻度が高いので、まずは、投稿頻度の高い方のクオリティを上げていこうかなと今思っています。こちらは、このレコーダーの、ケースですね。これを僕は買いました。すごく、シンプルな、ものですね。Amazon で買ったんですけど、結構でかいので、なんか組み立てを解除しなくてもしまえる方が楽だなと思ったので、このまま、そうですね、ここのね、このマイク、このカバーを外すと、マイクの、なんて言うんでしょう、ケースと
ますよ。Son.